どうも皆さんこんばんは、和樹です。はい、はい、僕は今ね、神奈川県にいるんですけども、まあ、神奈川県でもね、まあ、結構こう見てもらったら分かる通り、ここじゃあんま分かんないか、結構町なんですよ。もう神奈川、うん、いろんな住んでる場所、うん、で、東京とかも町じゃん、うん、でもね、そういう場所でもクワ取れるのかなって思う人いるかもしれないんだけど、うん、町と町の間にこう結構ね、町と町の境にちょっとした森とか山とかがあって、うん、案外そういうところで取れたりするんだよ。はい、まあね、まあ、ここも神奈川なんですけど、うん、まあ、ちょっとね、そういうポイントをまあ僕はいくつか知っているので、うん、はい、まあ、そういう場所をちょっと探して回りたいと思います。行ってらっしゃい。今は今日が7月の28ぐらい、うん、27か9だね 9? 9か。うん、で今日もう30か、日付回って、うん、なんであれですね、8月近いんだ。まあ、8月になると、うん、どんどんね、取れる数、ああいうところにも飛んでくるんですよ、また。ああ、ほんとだ。でもこの辺もう都会だから、うん、飛んでこないんですけど、うん、もうね、はい、森があれば飛んでくる。そうそう、森があればね、うん、で、8月の中頃過ぎると思うとどんどん減ってくるんですよ。なんでもうじきちょっとね、怪しくなってくるんですけど。マジ？はい、今日も減ってるかもしれん。いやでもまだね、8月、まあ、あと2週間ぐらいしたらちょっともっと、数減ってくかなって感じ、うん、まあ、まだね、7月なんで大丈夫なんですけど、うん、まあそうですね。で、まあもう今この辺までが結構街で、ここの今目の前、うん、橋なんですけど、この橋の下が谷になってて、うん、ここ山がこうなってこう谷になってるんですよ。ちょっと待って、全然見えてない。こう山が向こうもこう平地があって、ここだけ谷になってるんですよ、この橋のところ。うんうん、ここの谷沿いが結構両側が森で、うん、ここから取れるんですよね。うんうん、じゃああの橋にも飛んでくる可能性があるってことだね。いやでもね、橋はもう最近こう街中はさ、LED 化されてるから、うん、LED ライトの中には飛んでこないから、こうやってとかね。うん、確かに。だからここは無理だね。でもこの橋の下はもう森だから、うん、まあいると思うんだよ、また。こことこの次も橋なんだよね。うんうんうん、ここがもう谷の上り坂のところなんですよ、ここが今。谷の上り坂。さっき走った、橋の、その延長線にある谷、うん、の上り坂で、こう、両側がね、森になってるんですよ、こうやって。ほんとだ、すごいね。そう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 。森だ。まさに。で、ここにね、クヌギの木がなんかちょっと生えてて、うん、いるんすよね、クワガタが。いるんすか。はい、もうわかるんすか。もうわかりますね。ビビビビッと来てる。そうですね、あの神奈川に住んでた頃に探し回って見てた場所っすね。すごいね、神奈川でも探すんだね。そうですね、もうすぐですね、あと3秒ぐらいですね。3秒。はい、あ、もう見えましたね。もう見えたと言いました。ちょっと今一回窓開けますか。この大きいですね。大きい？あれいない感じがするけど。マジですか？あ、いるね。全然いるわ。なんかいるね。なんかいる。カブトムシとノコギリと。あ、逃げてた、逃げてた。やばやばい、逃げちゃう。まあ、とりあえず一回車止めますか。はい。まあ、とりあえず見てみたいと思います。はい、いや、そうか、そう、4年ぐらい、5年前かな。そうだね、そう、めちゃくちゃ撮れたんだよ、ここの1本の木で。 YouTube のショート動画上げてるここなんですよね。まるで天国ですみたいな感じになってる。どうなっちゃったかな、天国。人が入った後でじゃん。ほんとだね。あ、でも樹液出てるわ。あ、なんかいるね。いるいる、ノコギリクワガタペアだ。でーけー、クマもいる。本当だ、危ない。あ、カブトムシもいる、いっぱい、ね、いるね、すごい。まだいた。あ、すごいね。あ、上カブトムシ戦ってる音する。 あ、いるね。パチパチ言ってるのカクワガタなんだよね、多分。マジか。まあでもこっちのノコギリ先見るか。好き。今年初ノコギリです。メス赤。あ、ノコギリ怒ってる。上で戦ってるとするね、クワガタが。うん、これ全部樹液？これ樹液種下のやつ。すごい。
で、これさ、カブトムシが木かじってる。前、ショート動画であげたけど。あげたね。カブトムシはね、こうやって木をね、自分の口で削って、うん、樹液を出して舐めるんだよ、オスも。うん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 、今すごいかじってたけど、うん、樹液が出るようになったみたいで、ちょっと収まっちゃったね。あ、かじってるかじってる。すごいパワーだよね、この木が削れるって ね、うん、とりあえずこの上のやつがでかそうだから、ね、ちょっと捕まえて、うん、測ってみたいと思います。はーい。おお。あ、でも75ぐらいかな。でっけ。いてぃ。でかいね、しかも結構、うん、ここから戦ってたね。うん、いて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 、いて、めちゃくちゃいて。76個ぐらい、76個ぐらいリリースで。あ、DK カブトいる。DK カブト、うん、メス2匹、オス2匹いるね。すごいですね。ゴキブリも大量だね。どれがゴキブリかわかんないこれ。あ、コクワがここいっぱいいるわ。え ?1 匹ぐらいいたわ。今狩りだったら半分ぐらい逃げたけど。ええー、早いね。あ、ここここ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、これ本当だ、いってる。上の部分もね。うわ、おいしいか。ここ全部ここ、うん。もうコクワは好き、ウロが好きだから、ね、こういう隙間にいっぱい入るんだよ。すごいね。うん、出てきた出てきた。ゴキブリもクソ多いけどね。ゴキブリもね。ねえ、蜂食べてる。どこ蜂食べてる。あ、交尾してるカミキリさんですね。そうでした。こんなカミキリ初めて見てた。うん、なんかでかいカブトいる。えほら、カブト死んでる？生きてる生きてる。足つんよ。これっすね。これでかっ。でかいね。でかっ。これちょっと測ってみるか。うん、ここを持って。おーごめんごめん、失礼しました。あ、でも80ちゃんと測ったらいってるかもしれないな。ちょっとね、難しいよな、カブトムシ。痛いしね、挟まれると、うん、おー、ここ、こうなる、こうなる。攻撃すごいね。そうなんだ。あ、いってるわ。いっちゃった。ここ、ここ押さえてるから、この上側ちょっと削ってさ、測ってるやん、うん、それでも80ぐらいあったからね。やめてくれ。うん、うん、まあ言ってるけど、こいつここに傷があるんでちょっと持ってくるのやめておきます。あら、まあ、はい、君はここで君臨してください。なんあり、なんありです。うわ、ゴキブリ増えてる。ちもーい。ムカデもいるし。オーマイガー、気持ち悪い。神奈川はね、うん、平たく食う方が全然いないんだよ。そうなんだよね。そう、どうしてなんでしょうか。うん、平田が一番見たい気がするけどね。うん、神奈川県産平田めちゃくちゃ激レアですね。マジ、はい、探してな、そうなるとね。うん、あ、光で逃げちゃった、落ちちゃった。そこの下にもコクワいっぱいいた今。マジか。ここここ潜ってく、潜ってく。すいません。ねえ、ほら、うん、でかっ。待って、これクソでけえんだけど。うわ、飛びずむかでですね。うわ、こっち
ち側の裏が強いんで。うん。あ、危ない、下、下、危なかった。これか。ギリギリ。もうここにも兜いるし、コクワもいるしね。うん。ここの木、コクワ多いな。邪魔されてる、こいつ。え、ゴキブリ全部撒いた。やばいね。ね、コクワが死んでるね。やられたんかな、うん、やられたんかも。ね、あ、え、平田だ。え、激レア平田いる。すごい、マジか。マジやばいね。やばい。え、これガチやばいて。いる、さっきあの人とばっかじゃん。ね、マジ。え、俺ここ何回も見てるけど初めて見た。え、めっちゃでかいコクワいる。マジ。あ、でもそうでもないか。いや、うろ入っちゃったな。これ平田なの。ね、ほら、ツルツルでしょ。うん、ツルツル。これ平田ですね。あと、スジクワもあんま見ないね、こっちが。うん、すごいね。メスを巡っての攻防が始まりました。うわ、入った入った入った、ごついの入ったぜ。あ、逃げた逃げた。あ、でも結局メスに交尾されてる。負けた方がメスと交尾するという奇妙な展開が起きました。現場からは以上です。ん、なんか落ちたね。これじゃない、そいつが落ちてきたね。ひまわりが別の幼虫食ってた。今見た？え、見てない。あ、クワガタいるわ。本当？でけえ。そんなでかくないか。メスもいた。メスもいたね。うん、この木につくぞ。つくた。つくた。この木につくんだね。なんか変な木だね。え、結構いいんじゃん。来た来た。落としちゃったから気をつけて。いる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 。いるね。あんま見ないね、このタイプの木でついてるの。確かに、何の木って言えないもんね。うん、あ、今日の第二目的のどんぐり探すの忘れてた。そうだった。これ結構パチャッと落ちます。やばい、めっちゃいるやん、きっと、ね、おしっこもかかるやん。おしっこかけられちゃう。おしっこかけられちゃうよ。樹液を舐めに来てるってこと。あ、いたいた、でけえ。あらま、光でびっくりしてる。やっぱ分かるだね。うん、ゴキブリ食ってるわ。交尾してんじゃないのこれ。違う、ゴキブリ食ってるし、下にもいる。ゴキブリ食ってる。うん、カブトムシがこの木削ってるわ。あ、いるね。削ってるんだ。で、この木ついてるの初めて見たけど、やっぱこの木吸うんだね。ね。超チビカナブンいるやん。あれカナブン？あ、違う、カブトムシだ。アシタカグモもね、欲しがる人すごい欲しがるからね、でかいやつ。マジか。ここめちゃくちゃいるね。取るのちょっと怖いね。ね、網とかで取るしかないね。うん。入ってない。えぐいえぐい。ノーギップから飛んできた。ほらほら、おお。追うのが大変だね。ミスったよ、あんだけ網の話してたのに。お、すごい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 。でかくね、あいつマジで。あれやばいね。うん、80絶対超えてるやん。体がでかすぎる。あ、来た来た来た、おいでおいで。違うやつだ。あれもでかいね。うん、蹴落としたやつ。そう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 。あ、80あるわ。ある、ある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 。80何？81ぐらいだね。いいじゃん。この、ね、首をまっすぐするの難しいんだよね、カブトムシ。うん、確かに。めちゃめちゃ動いちゃうもんね、そこの部分が。うん、
うん、81だね。いいね。これは覚悟だ。はい、というわけで夜のクワガタ採集ツアー、まあ、これにて終演としたいと思います。はい、どうでしたか。まあ、神奈川でもね、うん、まあ、東京も神奈川も都会って言われてる場所もどこもなんだけど、うん、見て黒いからさ、敵だと思って呼吸してる。あ、すげえ、マジ、うん、色わかるんだ。そう、色わかるカブトムシは黒いもの敵だと思うからさ。すげえ、硬くて黒いものはなんだこいつ、頑丈だぞってすげえね、面白い。はい、まあ、で、あれですね、まあ、都会でも、うん、ちゃんとね、こ割と自然残ってるね、ポイントポイントに、うんうん、だから、まあ、ポイントだけ知ってれば、うん、まあ、これでクワガタとかカブトムシを捕まえることができるってことで、うんうんうん、まあ、皆さんも、まあ、家の周り、まあ、俺都会だから全然そういうの知らねえよって思わないでね、まあ、Google マップでさ、うん、あ、家のそばに森あるじゃんとか、うん、まあ、こう見てみてね、探してみてください。そうだね、お散歩がてら行けばいいしね。そうですね、うん、じゃあ終わりたいと思います。はい、See you again。